はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。10月1日外国人実習制度廃止デモ in 池袋来てねーということで、カッパ園長さんがですね、宣伝してくれたみたいで、感謝であります。ありがとうございました。詳細は動画説明欄もっと見るクリックで、お願いいたします。ぎっくり腰やってたんですけれども、昨日よりだいぶマシになりました。日曜の北朝鮮による拉致被害者救会さん署名活動でやったと思われるんですけれども、丸1週間経ちまして、だいぶ楽になりました。この分だとね、1週間後のデモなんとか頑張れそうであります。中の人情報、 NHK のとある部署でバイトを募集したら70代しか応募してこなかったを老舗まとめサイト燃えるアジアさんが取り上げて、くれました。誠にありがとうございます。反応です。何のバイトなのか逆に気になる。即戦力が集まらないようでは内心穏やかではないだろうな。わかんない、これは70代の即戦力かもしれない。嫌われていることを知れ、デイサービス NHK 共産党いいかな。あと数年で応募者いなくなりますね。この人手不足は朗報と。募集したバイトはですね、詳しくは言えませんけれども、集金業務の外回りじゃなくて内勤のバイトです。若い人はネットでですね、 NHK が嫌われてること知ってて応募してこないんでしょうかね。なんか得体が知れないとこあるしね。あとですね、NHK でバイトしたことある人に話聞いたらですね、本人はもちろん、家族もですね、契約してんだろうな、受信契約って聞かれて、してない場合は無理やりさせられるそうであります。なんか得体の知らない。で、ネット見てない、スマホ持ってても天気予報と買い物ぐらいしかしない70代が、NHK がこんなに嫌われてんのに、っていうこと知らないで応募してんのかな。高級だったら、時給高かったら若者の応募もあるんでしょうけど、まあ安く募集したんでしょうね。天下の NHK がケチくさ。これでもっと嫌われろって感じあります。増税メガネ、ゲイツ財団、ビル・ゲイツですか。グローバルゴールキーパー賞を受賞と。グローバルってついてんだからきっとろくなもんでないですね。核兵器のない世界に金出した。これ議論する場を作るとか言って30億円ぐらい出してたね。女性の雇用に金出した。 LGBT に金出した功績で、まあ全部増税税金なんですけどね。増税メガネが出したのは全部税金なんですけどね。世論です。ゴールキーパー岸田、ゴールキーパー岸田、増税ゴールデンメガネ、グローバルゴールデン、ん？なん？グローバルゴールキーパー賞だよね。ゴールデン増税メガネ。ゴールデンはどこから来た？外面だけいい陰キャメガネ。税金で買って個人で受け取る。付け上がらせるなよ、あのメガネを。なんもしてないけどな。未然に切ってないから全然偉くない。検討したふりして海外にばらまき。バカの証明書もらったようなもんや。ワクチンたくさん買いましたでしょう。何のことはない、カモになってるだけでは、外国のカモになってるだけでは、人の金でいい人ぶりたい大賞は岸田で決まりですね。ゴールデン増税メガネどっから来たのかな、ゴールデングローバル増税メガネ。この他にもですね、なんか SDGs 関係でなんかいい顔してなかったっけ。よしはいいのに、我々が見張ってないとですね、際限なく外国にばらまぐこのバカは。日本人に喜ばれることをやってもらえませんかね、少しはね。減税とかさ、中国共産党、日本の汚染水が人民の海産物消費量が8割減少、業者、政府が騒いだせいだ。いいの、そんなこと言っちゃって逮捕されるんじゃないの。思いますけれども、世論、エイド水産物資源が回復するといいな。とりあえず中国の密漁は減るやろう。大騒ぎしてたくせに8割止まりとは。2割も政府に逆らうやつがいるのか。これは良いこと。海洋資源の回復につながる。人類のためにも地球のためにもいいことでしかない。
中国の水産物の方が日本よりよっぽど危ないのと違うか。セルフ経済制裁お疲れ。中華料理はもともと海産物メニューが少なかったんだから昔に戻ったってことでえんでねえの。なんかエビぐらいしか食ってなかったみたいなんですか。エビチリとかエビシューマイ。これで人民漁船が減ってですね、日本周辺海域の資源、漁獲資源が回復すといいですね。中国共産党がへりくつで騒いでも、まあ人民が賢ければ起こらない現象なんですよ。人民も騙されてるってことなんですけど、まあ情報統制されてから政府のデマで、右往左往するのはしゃあなしなんですかね。避けらんないことなんですかね。人民が全員マグロの味覚えちゃったら取り尽くされちゃうから、まあ大朗報ですよね、これね。需要がなくて人民漁船が仕事を控えたせいか、サンマが大量、ウェーイ、世論です。中国が取らなかったからか、処理水最高や。よし、毎日食べちゃうぞ。サンマは好きだからどんどん市場に出てくれ。不良の原因は中国だったんだな。中国のクレームを無視すると国益。これから毎年、処理水アピールしようぜ。人民漁船が出かけねえようにね。値段も去年より3割程度下がっているそうです。数多くの食品が値上がりする中、大朗報ですねこれね。中国の難癖言いがかりを無視すると国益、まさにその通り。これは朝日新聞の難癖言いがかりをでも NHK の難癖言いがかりをでも、通用するかもしれない。中国製でサンマが不良っていうのははっきりしましたねこれでね。政府はますます人民向けにですね、日本人じゃなくて人民向けに魚は危険プロパガンダ頼みます。今後100年ぐらいは人民は魚食わくてで、日本人が食うからさ。私サンマが大好きなんですけれども、6月にワンルームに引っ越してきてら、キッチンがおもちゃみたいになっちゃったんで魚焼けません居酒屋かどっかで食おうと。サンマ、ホタテ冷凍庫が天井まで満杯。なんて読むのこれ、エサシですかね。わかんない。解散社長、出荷ゼロ、この先どうしたらいいかわからない。国になんとかしてほしい。何甘えたこと言ってんだかね。何言っちゃってんだかわかんないですけど。世論です。自業自得定期、ホタテ御殿を売ればいいじゃないの。これはホタテ御殿の持ち主はホタテ漁師で、この加工場の社長じゃないから、まあ売ればいいんですけどね。安くすりゃ売れんだろ。ようやく補助金よこせ。対処するのはてめえらだバーカ。中国べったりで市場開拓してこなかったから自業自得だろ。加工会社なんだから生産者は別だろ。自分で買ってダブつかせてるだけじゃん。そういえばそうだ、たとえ倒産しても安売りはしない根性これは買い手を増やしてこなかった自業自得ですね。中国が全部持ってってくれるからラグでええわんつって、加工会社なんだからこれ漁師から全部買ったもんでしょ。自分で買っといて倉庫が満杯助けてってバカですかってバカですか、何言ってんの。今まで以下の値段じゃ死んでも売らないっていう性根だったらね、もう言っとけって一切同情しねえから。ええかっこしいのゴールデン増税メガネは自業自得を救済するんだよ。自業自得なんだから。バカは淘汰されていくのは健全な経済活動ですよね。高くてまずいラーメン屋が潰れないのは町の損失ですよ。そこが高くてまずいって知らない被害者が続くんだから出続けんだからね。議論です。ジャニーズが紅白からいなくなったら演歌と K-POP だらけになるんだぞ。それでもいいのかなんでだって話なんですけど、なんで演歌と K-POP しか増えないのって話なんですけど、世論です。紅白自体いらねえ。アニソンはどうよ、見ないからどうでもいいな。今まで不当に機会を奪われていただけでいくらでもいるだろう他にタレントが。なんでその二択なんだよ。拘束時間が長いからアーティスト系は出たがらない。リハーサルも何回もあんだって。アミューズ総出演になりそう。まあ私テレビないんでどうでもいいんですけども、数が多い団塊世代は
ビートルズやグループサウンズ、でですね、演歌が好きな世代は実は減ってます。団塊世代以上の層、まあ80代90代実は減っております。韓国系増やしたらデモやりましょうか。異常な外国推しやめろ、日本人を優先しろ、冷やし韓国ってなんだよって。富士デモってあのそれだったもんね。まあまあ10人も紅白に外国人出たら、ああ日本人優先しろってデモやりますか。窓をぶち破って侵入し空き巣を繰り返していたベトナム人2人組を埼玉県内で逮捕、謎であります。グエン・ティエン・ズン27歳ともう一人、なぜか七市報道でありました。今年の埼玉県の空き巣被害はもうすでに500件超えてて、去年1年間の件数を超えちゃったそうであります。つまり増えてる、激増してる、世論です。何しに日本に来てんだよ、こんなのばっかりいい加減にしろ、自民党はどう責任取る気だ、こいつらを働かせた企業に賠償させろ、入国させたやつ責任取れ、指紋オーナス制度を復活させろ、氷山の一角シリーズだろうな、岸田の選挙区でやってくれよ。つくば市で作物窃盗被害、シャインマスカット250房、巨峰200房、高額な肥料 300kg、 10kg 入りの袋が30袋あって、肥料散布機がご丁寧に盗まれてしまいました。複数の仕業でしょうねこれね。被害に遭った方は軽トラ1台ぐらいじゃ運びきんねえよ、多分複数だろうなって言ってました。世論です、これは許せんな。駅前で路上販売してる連中の仲間、番犬とかが一番いいのかな。技能実習制度を利用してる企業が弁償すべきと。盗むやつと裁くやつの分業ができてるのはすでに犯罪組織が形成されちゃってからでしょうね。不法滞在者累計24万人、今年も数千人増える予定。こういう犯罪組織がいくつあることやら、いくつあることやら、考えるだけでも恐ろしいですね。作物窃盗、空き巣に飽き足らずですね、誘拐とか始めんじゃないのか。不法滞在とその他犯罪、不法滞在だけでも犯罪なのに、その他の犯罪を増やす技能実習制度廃止が一番なんですけれども、廃止しないのはですね、企業から金取って犯罪被害賠償基金作れって、で犯罪、不法滞在による犯罪が起きたらそこから弁償すると、割高、それ徴収されたら割高で実習生使う意味がないって思う企業はですね、使わなくなれば制度自体もなくなるんじゃないかな。日本人が被害者の場合の外国人犯罪は侵略とみなして量刑を重くすべきってのが私の持論であります。だってそうしたらわざわざね他国に来て他国民に迷惑かけて、来てくれって言ってねえのに、いてくれって言ってねえのに、家庭内暴力を肯定するわけではないんですけれども、家族をビンタするのとね、他人をビンタするのは罪の重さが違って当然では、家庭内の出来事じゃなくて、わざわざよそに出かけてって他人をビンタするのは罪の重さが違って当然では、家庭内暴力を肯定するわけじゃないですよ。朝日の社説がおもろい。杉田水脈もう議員の資格はない、青臭いんで呼んでないですけれども、へりくつこねて難癖言いがかりつけてるのは明明白々であります。世論です、ジャーナリストの資格のない押し紙が何か言ってるぞ、それを決めるのは朝日ジャーナル、杉田さんの存在がよほど都合が悪いようだな。これは杉田さんへの最高の褒め言葉。朝日が叩く人材はとことん優秀で、持ち上げる人材はとことん有害だよな。こういうバカ言説やめればちょっとだけ延命できんのにな。押し紙詐欺師が何か言ってる、議員の資格を決めるのは有権者でしょ、朝日じゃねえでし
朝日社員なんかね、投票権持ってっかどうかも怪しいのにね。朝日って自分がバカだと思われることを恐れないんだな。いいな、幸せそうだな。傍若無人っていうのはこういうことを言うんでしょうか。まあ、バカだと思われて、損してますけどね。朝日が叩く人材は優秀。その通り。朝日に叩かれたことを誇るべきですね、杉田さんはね。もう何言ってもですね、お前が言うなモードなんでね。朝日がジャーナリスト語んだとか、押し紙詐欺師が何言ってんだとか、街中でですね、紙の新聞、環境破壊、今すぐ新聞、やめましょう。子孫に緑を残しましょう。で、録音してエンドレスアナウンスしながら、チバリ、チラシ配りやろうかな、考え中です。あとですね、夫婦別姓、ソ連で大失敗。片親と親子別姓、子供がぐれます。戸籍が混乱します。かなんかさ、あと同性婚だと、同性婚で、偽装結婚、財産乗っ取り、はかどります。戸籍が混乱します。かなんかアナウンスしながら、チラシ配り。ソーラーパネル、燃えたら消せません。危険です。かなんかね。それ言いながら、チラシ配り。参院選の時は、9条廃止とか、アナウンス流しながらやってたんですけれども、それだと、文句つけてくるやついっぱいいてですね、ちょっとややこしいんで、私が右だって、分かればいいんだから、通行人の方にね、そういうことをアナウンス、ちょっとマイルドにして、通行人に突されない、めんどくせえからね、してですね、やろうかな、今考え中であります。10月1日、実習制度、廃止でもやります。よろしくご参加ください。デトックスジャパン。